ょう。はい、もう 2,3 日前から興奮して眠れませんでした。でしょう。はい、もう巨匠が眠れないって言ったらもう確実で特撮なんですよ。特撮シリーズなんです。そうで、怖い人か女性かどっちかですよね。そう、今日はどちらですか。今日ね、女性なんで。特撮の女性ってまさかピンク。今日ご登場していただきますのは、皆さんご存知の超電子バイオマン、はい、ピンクファイブの牧野美智子さんですよ。はい、ねえねえだから結構ね、勘違いされてバイオピンクとかって言ってしまうんですよね。でも違うんですよ、バイオマンは色と数字を組み合わせた初めてのタイトルなんで、ピンクファイブなんですよ。ですよね。はい、いろいろねお話も今から聞くんですけど、僕は実は、はい、まあ言っちゃいますけど、竜亭っていう映画で、はい、牧野さんと共演させてもらったんですよ。そう、いや、それを聞いてからね、うん、いいなとは思ってました。でね、はい、まあ、そのご縁で本日も英雄生ね、 ご出演していただけるということで本当に感謝しておりますけど、はい、お話を聞くとますますなんですけど、うん、ほぼほぼが 100% お嬢さんなんですよね。いや、そうですね、もうそれは画面見てて分かりましたね、うん、そうでしょ、うん、あ、この人ちょっと品があるなっていう気はしてました。本人もだから、その女優になりたいとかアクションスターになりたいっていうきっかけじゃなく、はい、本物のその大学女子大生のお嬢さん で、はい、でプロデューサーからスカウトされてこのピンクファイブになったっていうのはもうちらっと聞いたんですけど、すね、はい、今日はその辺のね経緯もいきさつも聞きたいですよね、はい、そうですね。でびっくりするのはピンクファイブは武器じゃなくてなんか楽器持ってませんそうですね。いや、オープニングもね、普通戦隊ものってこうで爆発の中が走ってきたりするんですけど、ピンクファイブは違いましたからね。メリーゴーランドによってフルート吹きながら出てきましたからね。そうでしょ、はい、もう違いますよ。ちょっと毛色が違う方やったんですね。だからこの当時は戦隊ものずっと昔はあります、はい、やっぱり一つのインパクトを与えた作品ですよね、はい、そうですね。初 の、 女性戦士2人っていう、そうそうなんです。5人中女性2人でしょ。2人、はい、イエローでしたっけ。そうです、そうです。それも新しいですよね。そうです、いや、だから新しい試みなんですよ、うん、でそれまではなんとか戦隊、電子戦隊とか、はい、戦隊って付き合ったのが、うん、超電子バイオマンですから、うん、戦隊っていう名前消えましたね、つかないんですよ、はあ、なるほど、はい、でバイオテクノロジーでしょう、ね、頭の中のメカがピカピカ光るんですよ。今日はもう、じゃあもうね、もう牧野さん今からねお呼びしてますね、まあ、楽しみだ、ね、じゃあ早速、はい、ね、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。英雄生チャンネルの時間です。若藤です。西です。牧野です。はい、ありがとうございます。さあ本日はね、はい、女優の牧野美智子さんお越しいただいております。ありがとうございます。よろしくお願いします。牧野さんといえば、はい、人形持ってますよ、着せ替えの。そうですよね、はい、なかなか珍しいレアがそれは2体持ってますよ。ピンクファイブ、ピンクファイブのイエローと2体持ってますよ、はいはい、セットじゃなくて別売りなんで、はい、大変なんですよ今。結構高価ですよね、はい、皆さんバイオマンですね、はい、戦隊ものシリーズ、まあもちろんね、ゴレンジャーから始まり、はい、1984年ですかね、新たな戦隊もののパターンを変えた作品。そう、ある意味頂点なんですよね、うん、ポピーの超合金じゃなくなったんですよ、バンダイの超合金で、だからそういう過渡期で、で、おもちゃの売り上げはバイオマンがトップですからね。すごい、すごい、乗っ取られますよ、ご本人さん。ほとんど持ってなくって、最近なんかのファンの方からいただくという形で増えてます、はい、バイオマン関係は結構してます、はい、で海外の方がすっごい持ってるんですよ。そう、フランスとかでもバイオマンってすごく放送されていたので、フランスとかあとフィリピンとかでイベントをしたこともあるんですけども、ファン、いわゆるサイン会に本当にもはい、バイオベースというか大きな基地のとこものを外人の方が、フランス人、ベルギー人の方たちがガンガン持ってくるわけですよ、うん、いくらで買ったんだろうとか思います。やっぱり名前もね、ダイナマイトから来てダイナマンとかだったんですけど、やっぱバイオテクノロジーから来たバイオマンなんで、はいはい、ここがね
ピカピカ光るんですよ、はい、めちゃくちゃやっぱ革新的なこといっぱいやってましたね、うん、スーツが妙に薄手で、うん、明るい色で、はい、当時は牧野さんは現役の女子大生。そうなんです。で、まあ、本当にかお嬢様っていうか役者のか女優の経験全くない、はい、全く何の素養もないです。カメラの前に立つのも初めてで、ですからカチンコがあってから喋るっていうのもしてなくて、よく怒られました。カチンコ、よーいはいって言われてカチンってなったからやるじゃないですか。よーいはいでもパッとセリフ言ってしまってやっちゃった、はい、よく怒られました。はい、そんなこんなだったんですね。いやでもそんなもんなんですよ。ウルトラセブンのあのアンヌ隊員の菱見由里子さんもそうですもんね。撮影現場に来てて宇宙人かなんかの息ぐるみに入る体育大の生徒やって、脱いだ時にいいじゃんっていうことになってあの大事なんで、うん、意外と偶然な人がこう宝石だったりするんですよ。本当偶然でした。私なんか本当にもうあのプロデューサーの机の上に週刊朝日がなかったらピンクファイブにはなっていなかったということです、うん、プロデューサーの推薦でピンクファイブに選ばれたという。そうです。あのだからあのオーディションをずっとやっていてもやっぱりちょっと違ったあの戦隊ヒロインをあの使おうと思っていた中でなかなかこの活発ではないあのいわゆるこう役者たちがいなくって、でたまたまその週刊誌の表紙っていうのがあの白いブラウスを着て桜の前に立って桜でお花の前に立っているっていう写真だったもんですから非常に清楚に見える。もう超お嬢さんね。はい、それを見てあで大学名も書いてありますから、あのプロデューサーが大学の学生課に電話をしてくれたんですよ。まあその戦隊ものシリーズですよ、はい、戦隊ものシリーズでそのお嬢様をピンクっていうかね、はい、持ってくる発想がまずすごいですね。そうですね。なんか楽器も弾い取られてて、吹い取られてるか。はい、フルートを。フルート。はい。もうオープニングの映像でもフルートを吹いて、あのメリーゴーランドっていうのが本当に皆さんの印象に残ってくださって、うんうん、なんかピンクファイブっていうと、うん、あ、メリーゴーランドでフルート吹いてるんだよねってよく言われます。あの牧野さんが受けたんで。ジェットマンで、そうなんです。その後お嬢様キャラっていうのがまた出てくるシリーズに来た、はい、うわじゃあ最初の川切で歴史を作られたわけだ、はいはい、ジェットマンが6名間香りっていうのが、そうですね、あのお嬢様キャラが恋愛まで絡めて、はいはい、いや、はい、英雄生はその時代その時代 の、はい、の歴史を作られた方ご出演していただき、そしてその当時の生のね、はい、トークをね映像で刻む番組です。もうまさにまさに戦隊ものシリーズで歴史を作られ、はい、で特筆すべきは今までレディースが一人だったはずなんですよ、はい、二人になってますよね。そうなんです。あの本当にも女性の社会進出進んで男女雇用均等法が制定されてで二人になったんです、うん、そうそう、片っぽは本当に戦うヒロイン、片っぽは愛で地球を救うヒロインっていうコンセプトで最初は始まったんですね。しびれる我々のビーバップハイスクールっていう映画も出てますから、はい、アクションっていうシーンはまた別物じゃないですか。いや本当私はアクションしなくてよかったんですよ。あのいわゆるこの愛で地球を救ったらいいんですか、ね、はい、そうです、そうです。ところがイエローが途中で変わってしまって、はい、でそれでいわゆる後輩のイエローが入ってくることになったから、うん、いわゆる先輩のヒロインがあんまり弱々しくては困るっていうことで、あのお友達キャラとしてあのイエローとピンク助け合って頑張りましょうっていうコンセプトに変わったわけですよ。なるほど。でそうなるともう 2人で1つみたいな感じになってしまいますので、片っぽはジャックでしたから、うん、もうガンガンにアクションできるわけですよ、うん、で私はやんなくていいと言われて、いわゆるピラピラのスカートでやっていた私がいたわけで、それは2人なんだわけだから一緒にやんなきゃいけなくなっちゃって、うん、いや聞いてないよみたいな、うん、でもやっちゃった。うん、あの特に新人でしたし、うん、でも本当しょっちゅうあの爆破の人に怒られて、あのバーンって爆破したら飛んでくださいって言われるんですけども、うんうん、ビビってバーンも怖いけど飛ぶのも怖くて一瞬パパって躊躇したら、うん、まあカットかかってからめっちゃ怒られて、もう危ないなとかって、うん、危ないですよ、はい、だからあの映画版のバイオンは見ると分かるんですけど、飛び寄りの鍵が飛ぶシーンで私の後に飛んでるの分かるんですよね。あれ本人飛んですか。本人です、はい。そうなるとそうですね。アクション監督の人もなんとなく見ていて、あのできなかったら変えてくれるんですけども、うん、テストとか見てできそうだと思うとほっとくわけですよ。で やんなきゃいけないと思ってるからこうやるじゃないですか、うん、とあできるんだとかって思われて、あ飛べるの、あ怖くないんだねって思われてしまって、やってるうちにだんだんこう私もおかしくなってきて、うん、なんかできる私すごいみたいな感じで、これもできます、これも飛べます、素
タッフの痛くても平気みたいな、スタッフの魔法に完全にかかってますね、はい、で逆になんかすごいでしょっていうなんか気持ちになってきて、だから本当に結構なアクション、最後は側転をしたりとか転がったりとか飛んだり飛び込んだりっていうのは本当に、それに、ね、時代的にセイントセイヤとかも流行ってて、戦う美少女っていうのが流行ってたんですよ、うんうんうん、だから可愛いだけじゃなくて戦闘もやれるっていうところに狙いがいっちゃったんですよね。じゃあアクションも、はい、まあ、今度は巨匠は見てた側としては、はい、初期の牧野さんと後半で変わってるわけですか、はい、いや微妙に違いますよ。蹴りを入れる時も最初の方は完全に膝が曲がってるんですよ、曲がったままで蹴り入れてるんですよ、女の子蹴りみたいな、はい、後半は綺麗に伸びてるな、今決まったなっていう感じ、後半も回転回し蹴りとかトントントンとやってますね、回転胴回し蹴りみたいな、胴回し蹴り水落ちガーンもうガチにジャックの新大久保の大会買いましたもん、なんかできてくると嬉しいから、だからバイオマンって、うん、マキの成長物語なんですよね。本当そうですよ最初と最後の顔の違うことまあ、でも経験的には本人さんは良かったと。良かったですね。もう本当にこの1年、あの1年は本当に私のかけがえのない1年で、もう今でも色鮮やかに、本当にもなんかもうどん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 いろんなことが思い出されてきて楽しいですね。でも一応戦隊ものですから、変身してからはスーツアクターの方がやられるわけですね。そうですね。でもまあ、ね、当時は本当にギリギリまで戦ってから変身をしていたので、本当に素面でのアクションがとても多かったんですね。はい、じゃあもうほぼほぼ本人にアクションを求めて、はい、でもギリギリでチェンジャーと。そうです。で最後の2話は今もやってるのかな、わかんないですけども、本人が入るんですよ、スーツの中に。で最後の2話ってその順番に立ち回りをするんですけども、戦う相手が自分の中に入っていてくれた人が兵隊さん役でやるんですよ。だから私の中は武田さんっていう方がピンクを男性なんですねが入られていて、でだから最後の2話は本当に武田さんと一緒に戦って2人でこう盾を決めてやるんですけども、もうあと2話で終わっちゃうと思うから、もう面の中ガワガワ泣きながらやってるんですよ。はい、なのでだからよく見ると最後の2話は太ってます。ピンクファイブ太ってます変身した武田さんの方が全然スレンダーで、私はもうムチムチしてたわけですよ。なので最後の2話を見ると、あ、入ってんの私だってすぐ分かりますよ、太ってるから。なるほどね、はい、これはもうちょっと裏話面白い。思いっきりめっちゃ早くやってんのに、うん、やっぱ遅いんですよ。そうです。その本人さんから見ると、はい、やっぱりスーツアクターの方に比べると、それに目を見るところが、うん、本当に見ようと思うとこうやって上がるんですよ。なるほど、はい、穴がね。だからこうやってやると見えないの、見えない、うん、すごいと思った。だって正面から映したら穴とか開いてるのかっこ悪いからずらしちゃうんですよ。うん、なんかこうやってこうやってやると思う確かにバイオマンは素顔のままのアクションも結構激しいですね。激しいですね。劇場版なんか谷川落ちるのを、はい、変身後じゃなくて変身する前に谷川落ちたりしてますよね。はいはい、すごいんですね。谷川落ちてる、はい、劇場版谷川で戦うんですよ ね。吊り橋とか海とかで、はい、吊り橋とか海とか、もう CG がない時代でしたから、本当に落ちて、はい、本当に落ちてますね、はいはい、だってファイヤーソードって言って、レッドワンのなんですけども、もういわゆる火がこうなんですけども、うんうん、当時こういう長いものにこう布をこうって巻いて、それでそれを石油をつけて、それで本番になると火をバッてつけるわけですよ。そうそう、今だったら絶対 CG で炎をつけると思うのに、うん、だからそれをブンブン振り回すもんだから、まあ熱い熱い、危ない危ない危ない、いや結構火激しいですね。おーっていうやつ、牧野さんとかの努力もあって、はい、戦隊ものはつながったんですよ。本当に今私はこうやって皆さんとお会いできるのも、うん、いわゆるこうずっとつながってるからなんですね、うん、戦隊シリーズだけなんですよ。疑問に持てることは一つどうも引っかかるんですけど、もともとお嬢さんでプロデューサー推薦で出てるじゃないですか、はい、でもちろんアクション立て、ね、ほとんどやらなくてもいいと、うん、ところがあるきっかけでやるようになった、はい、それはなんか家の人がいなくなった。そうなんです。本当にそれちょっと聞いていいですか。そこ行きますかなんでいなくなったんですか、あなたは。イエローが死んで新しいイエローが来るってお話があるんですけれども、イエローが死ぬ場面は私たち素面出てるんですけども、イエローはずーっと面なわけですよ、うん、はい、面のまま戦って面のまま亡くなっていくのがイエロー、さよならイエロー、うん、っていうのはつまり素面のイエローがいなかったってことなんですよ、ですね、はい。
なんていうんですかね、まあ事情はよく詳しくは分からないですけど、その詳しい事情は何なんですか一体全体なんで急にいなくなったんですか、その人。いや、その言葉通りなんですよ、急にいなくなったんですよ。まさかまさかまさかですよ、明日急に、私も明日からいないわねみたいな、パッと来る感じ。あ、そう、本当です。だってだって本当にバイオマンは女の子2人で始まって、それも女の子のそのイエローが主役の戦隊だったわけです。だからつまり、あの初代イエローが主役だったわけなんですよね、はい、主役ですよ、はい、主役、まあ、もちろんレッドはいましたけども、うん、あの後に、まあのね、のヒーローがイエローを目立ってましたよね、最初目立ってるんですよ。だってもう1話2話3話4話、うん、もうイエローの話ばっかりですもん。そうですよ、はい、それはなんでいないの。いなくなっちゃったんですもん。神隠しですよ、はい、現場には来なかったの。そうです、いわゆるあの朝ロケに行くときに集合ってあるじゃないですか、うんうん、その時にいらっしゃらなくって、あ、遅刻なのかなと思って、とりあえず私たちは先にロケ場所に行くわけですよ。待ちます。多分ね、光が丘かどっかの住宅地だったと思うんですけども、はい、まあ、私たちは町になるから、どっかの喫茶店で多分私たち4人、うん、残りの色4人はなんかうつのみながらこう窓の外を見てると、うん、もうスタッフが走り回って電話をかけながら走り回ってる姿がなんとなく見えていて、うん、もう私たち最初4人は、まあ、遅れてくるんだろうと思って、うん、まあ、割とこうのんきにしていたら、その日なんか撮影取りやめになって、え、どうしてだろうなと思ったら、翌日からちょっとしばらくお休みですって言われて、で事情を聞いたら、なんかあのいなくなっちゃった。連絡が途絶えてしまった。そうです、まあ今携帯ではない時代、携帯がない時代ですから、あの本当にもう連絡取れなくなって、どっかパッと隠れてしまえば、もうどうも連絡が取れなかったわけです。テレフォンカード持ってなかったんですか知らないいわゆるまだそんなにあの番組のストックがなかった時で、なるほどね、はい、でめすごくもう焦っていて、だから今思えば、当時はそんなに思わなかったけど、今思えばあの短い間に新しいイエローを決めて、うん、イエローが死んでイエローが来るっていうあのお話を入れて、いわゆる続けたという、うん、あの1回目休まず続かったっていうのはすごいなとかと思います。よくぞ、はい、まあ、トラブルがありものの、はい、特撮シリーズでいろんなことありますけど、はい、まあ、でもさっきも言われた、仮面劇だからできたことですよね。そうですよね、面つけたらもう分かんないしみたいな。その後佐野博之さんとか、うん、いろいろ豪華ゲストが出てくれてるんですよね、はい、でまあ怪我の功名もありますし、はい、後にはアクションを覚えたり、はい、いい経験にはなって、そうなんです。だからその5人の中では私一人がもう新人でしたし、うん、本当に今皆さんの後トコ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 くっついてたらよかったし、うん、役柄的にもいわゆるお嬢様でわーとかキャーって感じの役だったからよかったんですけども、うん、後からきっとその2代目イエローっていう人も新人だったわけですよ、うんうん、だから新人女子2人だったから、逆に私のちょっとだけ先輩だから、だからしっかりしなきゃいけないとかになって、なんかだん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 こうしっかりしていって、実は今バイオマン5人集まるとなんか多分私が一番威張ってるかもしれないとかあの本当に最初は本当に目をパッパッて見開いてはぁはぁっていう顔ばっかなんですけども、うんうん、途中から全然キャラが変わってるのが分かります。いやでも後半はもう回転回し蹴りでバコーンいきますからね。結構やってましたね。やってましたね。やっぱあの責任感があるんですよ。牧野さん自身は今現在は女優業もやられてるんですか。そうですね、あの、うん、まあ女優やりながら、でも結婚していわゆる佃煮屋さんに嫁ぎましたので、築地場外の、はい、うん、諏訪商店で佃煮屋嫁いで、佃煮屋での女将もやっております。あ、佃煮屋さん、はい、だから全然お父さんじゃないと好きですから、本当にメプロンに本当長靴みたいな勢いで、はい、やってるので。お父さんやお母さんは、はい、実の娘さんが戦隊ものに出てるっていうのは何も言われませんでした。いや、それが今度子供番組があるから、あのお姫様役って言われたんですよ。 なるほど、はい、子供番組だからって言われて、で、あ、分かりました、子供番組だったらあの両親も説得できるかなと思って、あの、うん、一応受けることにして、そしたらプロデューサーが今度の土曜日の6時に前番組やってるから見てくれるって言われて、見たらダイナマンだったわけですよ。なるほど。で、たたた、これかと思って。は間違いないけど、はい、当時もピンポンバンとかポンキッキが流行ってたから、そっちのお姉さん。お姉さん系だと思ったら。だから思いますよね。はい。だから、ま、あの11月の終わりぐらいからこう撮影が始まったんですけども、うちの両親はあのいわゆるピンポンバンとかポンキッキのお姉さんみたいなことやってると思ってるんですけども、なんか娘が帰ってくると泥だらけになってる。何をやってんだろうと思って、どんどん筋肉もこうやってついてくると。だから今第1回がこの日に2月の4日だったかな、2月4日の土曜日の6時に始まるっていうのはいわゆる両親もしてるので、うん、一応見るわけですよ。今その日撮影だったんですけども、帰るの怖くて、うん、で帰ったら父が、うん、あれはなんだ
ちなみにお父さんは検察官ですからね、はい、でだからなんだって言うと、いや地球守ってるんですって言って、愛と愛で地球守る、地球守ってるんです、始まってますからね、うん、もう始まってますから、まあそうかって言われて、まあ、さすがに、うん、まあ、やめろとは言えない、やめろとは言えない、もうシリーズ始まっちゃった、うん、でも決して悪い役でもないですからね、はいはい、敵型の宇宙人とかやったらちょっとやめろやって言うかもしれないけど、うんうん、正義を守るっていうのはお父さんの仕事にも関係ある仕事ですからねまあでも全然それでいいんですよ、それどころか先ほど全世界にもう夢を与えましたから、はい、本当にありがたいことに、あの、うん、バイオマンはあのいわゆるヨーロッパとか、あとそれこそあのアジアの方で放映されていて、なので本当にあのヨーロッパでの人気がすごいんですよ、うん、本当ありがたくって、まあ、この2年前にあのジャパンエクスポとかも行かせていただいて、その前にもまあフランスイベントとかベルギーイベントとかって呼んでいただけるのは本当にありがたい。でも超ハードル高いのは、あの日本の方たちはだんだん私たちがこう年取ってくるって分かってますよね、うん、でも外国のファンの人たちって映像しか見てないから、多分 彼らの頭の中には36年前で私がいるわけですよ。いやそうですね、だから会うの怖くて、やたらなんかスーツケースの中ピンクの洋服いっぱい入れる、とりあえずピンク着てれば分かってもらえるかなとか思って、ピンクの洋服をいっぱい持ってくわけですよ。藤岡弘さんも彼は本当に仮面ライダー1号なのかって言われたことがあるって言ってましたから、ね、外国行った時に、うんうん、もう年いかれたじゃないですか、でもまあ本当に、まあ、ね、でもまあ温かく、うん、あの迎えていただいて、本当にあの日本のファンの方以上にあの外国のファンの方はとても熱い方が多くって、だから本当にあのありがたいなって思ってます、うん、いやーもうね、歴史を刻んだ一つのシリーズも、それで全世界に発信するこの愛と勇気まあちょっとエピソードもね、まだまだこれからも聞きたいんですけど、ぜひ牧野さん、はい、次回も出ていただけますか。はい、ありがとうございます、はい、じゃあ本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。